子さん、笠井明議員、はい、はいはい、皆さんこんばんは。東京さんと平子です、今日ニュース見てたら、福島第一原発遮水壁、凍土遮水壁の実証実験をしたそうですね。ところがこれは、早朝1500メートルっていう計画なんですけど、実証実験やったのは10メートル四方だけと、それで計画通り固まったから OK って言ってるんですけど、本当に安全と、完全に安全と言えるのか。だいたい地元の皆さんからも地盤沈下の危険もあるかもしれない、そもそも危険かもしれない声が出てるじゃないですか。こういうこと一つ一つとっても汚染水の対策、本当に大変なんですよ。これから本気で取り組まなきゃいけない時だと思うんです。にもかかわらず再稼働やってる場合じゃないでしょ。言ってだってやってる場合じゃないはずなんです。今すぐ廃炉だ。ところで今度19日の月曜日、参議院で決算委員会、環境省宛ての決算委員会が開かれますが、そこで私質問に立って原発問題取り上げることになりました。追い詰めてるんじゃないですか。